こんにちは、兼業主のケンです。今日はカルディで購入したものを使って3品キャンプ飯を作りたいと思います。作ると言ってもレトルトなものばかりですので紹介するといった感じになります。まずはね、こちらの購入したものを紹介します。1つ目はこちらのワカモレです。このワカモレはメキシコ料理などで使われるアボカドベースのソースで、トマトや玉ねぎ、ニンニクなどが配合されています。今回はトルティーヤチップスも買ってきたので、こちらでディップして食べようと思います。次は丸ごと玉ねぎのスープです。このカップの中に玉ねぎ丸ごと1つとミネストローネ風のスープが入っています。こちらにあるように本来は電子レンジで温めるようですが、今回はシェラカップを使って温めようと思います。そして最後はこちらのタコライスです。タコライスはタコスの具をご飯にのせた料理で、沖縄ではかなりポピュラーなものです。こちらにはタコスのお肉とソースが入っており、ご飯とレタスとチーズとトマト、これらはね別途用意します。今紹介した通りどれもね簡単に食べれますので、イメージとしてはキャンプ場で食べられる簡単ランチといった感じです。それでは早速作ります。まずはね、ご飯を炊く必要があるタコスから作っていきます。今回もいつも通りメスティンでご飯を炊きます。すでに30分吸水したご飯を用意しましたので、こちらを使ってご飯を炊いていきます。はい、そしてね、タコスの具も温めようと思います。こちらは2つに折って輪ゴムで留めて、でこれをね、メスティンの上に置いておきます。こうするとね、メスティンからはみ出さないので安全に温めるかと思います。はい、火が消えたので蒸らしに入ります。はい、じゃあね、一応これは裏返して包みます。ちょっといつも通りね、これ裏返して上下ムラなく温まるようにします。でこの状態でね、15分ほど置いておきます。蒸らしている間にタコライスの具材を切っていきます。はい、次にワカモレの方開けていきます。はい、結構ねアボカドっぽいですけど、香りはねすごいスパイシーな感じがしますね。タバスコのような、あとねトマトの風味もしますね。それではこちらね、小さいシェラカップに移していきます。今ねスプーン3杯分ぐらいシェラカップに移したんですけども、まだね4分の1減ったかなっていう感じです。この感じであれば、これ1つあれば大人数でも使えますし、まあ、少人数でも 2,3 回分ぐらいなるかなっていうふうに思います。そしてね、サルサチップの方もね器に移していきます。この袋には 120g 入ってるみたいなんですけども、だいたい3分の1ぐらい移して、こんな感じです。はい、次にねスープ温めます。小ぶりで可愛い玉ねぎですね。それではね、こちらを温めていきます。はい、ご飯の蒸らしが終わったので取り出してきます。この具材の方もね結構温まってますね。はい、それではねご飯の方も開けてきます。いい香り。おこげはね軽くある感じですね。それではねご飯の方盛り付けていきます。ご飯はねだいたい半分の 0.5 合分ぐらい盛り付けました。ここにねタコミートを乗せてきます。こんな感じでね、0.5 のご飯に一袋がちょうどいいぐらいかなと思います。この上にレタスをね、乗せていきます。
今回はねレタス1枚分刻んだんですけども、まあ、大体半分のせたかなっていう感じです。そしてねチーズかけます。はい、そして、ね、トマトも盛り付けます。はい、そして最後にねこちらのホットソースをかけます。ちょっとね辛そうなので、まあ、半分ぐらいにしておきました。はい、これでね完成です。それではねいただきたいと思います。まずはねこちらトルティーヤチップを若盛りにディップして食べたいと思います。はい、いただきます。おいしい。見た目はねすごいアボカドっぽいんですけども、まあ、トマトの酸味とかあとはちょっとねピリッとした辛さがねきますね。ガーリックパウダーとか、まあ、他にも香辛料が入ってるみたいでちょっとね複雑な味わい、それがね味わえますね。はい、次はねこちらのスープいただきます。玉ねぎがねかなり柔らかいです。木のスプーンでも簡単に割れるぐらいですね。はい、それでねいただきます。甘い。またこのミネストローネの、まあ、酸味のあるトマトのスープ、これとこの甘みのある玉ねぎがすごいマッチしてます。またねこのスープの方にも玉ねぎの甘みが移ってるので、ね、とても美味しいです。はい、それでは、ね、最後にタコライスの方いただきます。はい、それではねいただきます。これもね美味しい。なんだろう、このお肉にすごいスパイスが入ってるみたいで、これなんて説明していいか分かんないですけども、とってもね美味しいです。僕はね、あんま辛さが得意じゃないってこともあってホットソースの方がね、半分だけにしたんですけども、それでもね、少し辛いなって感じるぐらいです。でもこれね、ちょっと癖になる美味しさかもしれないです。はい、こんな感じでね、3品作ったんですけども、まあ、とってもね、美味しかったです。まあ、今回ね、作ったというよりも、まあね、買ってきたものをね、ちょっと用意したって感じなので、まあ、料理と言えるかね、どうかはちょっと分かんないですけども、まあ、こういったね、キャンプ飯もいいかなというふうに思いました。特にこのワカモレとトルティアチップスに関しては本当に出しただけなので、こういったものが一つあればすぐねおつまみできますし、個人的にねかなりおすすめです。で少しね調べてみたところ、このワカモレとかタコライスとかはね、あの Amazon でも売ってました。ですので下の概要欄の方に購入リンク貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。今回はねいつもと違ってレシピを紹介するというよりもね、購入してきたものを紹介するって感じでした。でたまにはねこういった回があってもいいかと思うんですけども、皆さんのご意見もね聞かせていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回、バイバイ。